こんにちは。今回は青黒ラジオ特別編ガンバ大阪人物列伝解説と銘打ちまして、ガンバ大阪新監督ミスターガンバ松並正信さんを特集したいと思います。なぜ今回こんなことをするのかというとですね、松並さんという方は昔からのガンバ大阪のファンにとっては、また昔からサッカーを見ている方にとっては、まあ説明のいらないほどおなじみの人だと思います。ただですね、まあ最近ファンになったよという方、例えば三冠を取った時にガンバ大阪すごいなーってなって、そこからファンですっていう方とか、新しいスタジアムになって、いいスタジアムっぽいから見に来てみたら面白かったのでファンになりましたみたいな人もいると思います。そういう方がね、昔からサッカーを見ているとは限らないので、松並さんという人が今度ガンバの監督になりましたけれども、この松並という人どういう人なんだという方ももしかしたらいるかもしれませんので、今回ですねこういった監督交代という機会に人物列伝として松並さんという人の半生歴史をお話ししていこうかなというふうに思いました。自分もですね、松並さんという人は昔からずっと知ってる人ですが、自分が J リーグ、ガンバを生み出したのが2006年からでございまして、実はリアルタイムで松並さんがガンバの現役選手として試合に出ているところはほとんど見てないんですね。なので、今回はいろいろと松並さんについて調べてみて勉強になりました。まあ、そのインプットしたものをですね、この動画でアウトプットしていこうと思います。で、この動画で松並さんを取り上げるにあたって4つの史上初、そして記録をキーワードに挙げたいと思います。それはまた後ほど話したいと思いますが、4つの記録を持つ男松並正信のまずはざっくりとした人物像からお伝えします。言うまでもなく松並さんはガンバ大阪に所属していた元プロサッカー選手で、ポジションはセンターフォワードになります。ガンバ大阪が J リーグに参戦するまさにその年、1993年に入団をしてプロとしてデビューします。そこから現役引退まで一度もガンバ大阪を離れることなく、移籍することなく13シーズン在籍し続けました。しかもですね、いろいろ選手が入れ替わる中でコンスタントに出場していますし、得点も重ねています。現役の最後の方はね、ベテランになってきて出場数は減ってきたんですけれども、最もキャリアハイの時には年間にして20試合から40試合近くまで出場していたという選手になります。ガンバ大阪の背番号11といえば誰が思い浮かびますか？ガンバファンの方であればいろいろ浮かぶと思います。アンドリュージという選手が浮かぶかもしれません。あと宇佐美隆もつけてましたし、倉田修もつけていました。今であれば小野裕二が11番をつけています。まあまず真っ先にですね、ペドロ・ジュニオルとかパウリーニョが浮かぶっていう人は少ないんじゃないかというふうに思いますね。でもまあ古参のガンバファンであれば、やはり象徴的に松並さんが脳裏に浮かぶんじゃないでしょうか。背番号固定制になってからはガンバの11番といえば松並さんみたいなイメージがあると思います。まあ実は数年間違う番号をつけていた時代もあるんですけれども、それを差し引いてもバンドリュージよりも多く100試合以上11番をつけて試合に出ているんですね。まあ、こういったガンバ一筋、そして象徴的な背番号で想起される彼ゆえに、ファンもしくはメディア、そしてクラブからはですね、ミスターガンバという愛称で親しまれている人物になるわけです。どうでしょうか、今他にガンバの選手でミスターガンバと言える選手いるでしょうか。まあ、例えば遠藤保仁という選手もガンバのレジェンドではありますが、フリューゲルスでキャリアをスタートさせて京都からガンバ、そして今はジュビロにいます。北川貴大という選手も長らくガンバ一筋でしたが、東京ヴェルディなどに移籍しましたし、ガンバとは蜜月な宇佐美隆という選手も国内ではガンバ一筋ですが、海外移籍を何度も挟んでますしね。宮本恒康という選手も神戸に在籍をしていた時期もあります。まあ、そういう意味ではまず松尾直樹さんですね。あの方なら在籍期間とガンバ一筋具合で言うと候補の一人かもしれません。あと藤原博樹という選手ですね。気がついたら10年近くガンバ一筋の選手になってきました。まあ、松尾さんはすでに引退していますが、藤原さんはこの先どうでしょうね。ミスターガンバのキャリアを超えるんでしょうか。少し話がそれました。そんなミスターガンバ松並さんの生い立ちからちょっと話していこうと思うんですけれども、松並さんは1974年の11月生まれでして、岐阜県岐阜市の出身になります。
中学までは岐阜市でずっと過ごしてきたんですけれども、高校は強豪校である帝京高校に進学します。帝京高校といえば森山康之、本田康人、中田浩二、関口国光などなどまだまだいますが、プロサッカー選手を多く輩出しています。有名人でいうと木梨憲武さんもそうですよね。であとガンバ U23 を指揮していた森下仁さんも帝京高校出身のサッカー選手になります。松並さんはその中でもうサッカーの才能はすごく溢れていた選手で、世代別の代表にも呼ばれていたようです。そして帝京高校でも松並さんは全国高校サッカー選手権で大会得点王になって優勝に導くというような選手だったんですね。当然ですね、その頃は J リーグが開幕するぞということになって、各クラブがこの高校のスターである松並選手の争奪戦になったわけです。名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド市原、そしてガンバ大阪からオファーがあったということなんですけれども、帝京高校の4年先輩である磯貝博光さんがその1年前ですね、東海大学からガンバに入団していて、松並さんはこの磯貝さんに憧れてたんですね。磯貝さんがいるチームがいいなということで、関西には全く縁もゆかりもない岐阜出身、東京の学校に通っていた選手だったんですけれども、ガンバのオファーを受けるということに決めたというふうにエピソードが残っております。ガンバ大阪というチームはですね、今でこそアジアを取ったり国内3冠を成し遂げたり、タイトルもそこそこ獲得して9つになっているわけですが、その当時のガンバ大阪の最初の10年というのは下位に甘んじることが多く、上位に行っても定着できないようなチームでしたが、その中でもコンスタントに試合に出続けて活躍していたということになります。松並さん、日本代表 A 代表自体は出場キャップがないようでして、世代別代表はあるんですけれども、オリンピックも正式メンバーには選ばれなかったということで、代表には縁がなかったようですが、1997年にはエムボマという J リーグを席巻したガンバの助っ人外国人選手の好調さに引っ張られるように、その当時のキャリアハイである2桁ゴールというのも初めてマークしております。その後も新しい若い選手が入ってきたり、そして強力な外国人選手も入ってきたりして、次第にサブの選手になっていきますが、ここぞという時にはゴールを決めるという選手だったということです。最後に2005年にですね、現役を引退するということになります。意外と若い時に引退という運びになって、おそらく31歳くらいの時に引退を決断したことになります。今でいうと倉田修選手がプロ15シーズン目の32歳ということなので、実は倉田さんの方が松並さんよりも長くプロサッカー選手をやっているということになります。この2005年の引退の年はこれもドラマティックな話でしてね、松並さんが入ってきて13年間のシーズンでなかなかタイトルには届かなかったんですけれども、最後の最後にね、ナビスコカップとそして J リーグのタイトルのチャンスが訪れて、ここが引き際だなというふうになったんだと思いますけれども、J リーグ逆転優勝を決めた最終節、川崎フロンターレ戦でもですね、松並さんは途中出場しまして、そしてですね、今思い起こせばですね、願わくばという話なんですけれども、最後の最後にね、今でも映像でガンバが初優勝した時のシーンっていうのが映像で使われるじゃないですか。アラウジョが最後決めて観客席まで走っていって、観客がなだれ込んできて抱き合って喜ぶみたいな、とどめの一発の映像を何度も何度も見たことあると思いますけれども、寺田新一選手ですね、チン君からのゴール前のパスを蹴り込んだのは最終的にアラウージョなんですけれども、近くにね、松並さんが流れの中でいたんですよね、シュート打てそうな位置に。でもしあれを松並さんが決めていたら、映像では松並さんがずっとガンバの歴史の中で英雄として映り続けてたと思うんですよね。現役最後の試合、現役最後に優勝確定ゴールを決めて引退するというストーリーだったら素晴らしかったなというふうには思うんですけれども、願わくば、それでも最後の試合で優勝を決めたという試合だったというところがですね、ミスターガンバとしての花道を飾った輝かしい現役生活の幕切れだったんじゃないかなというふうに思います。それから引退をしてから、その翌年からはガンバ大阪のコーチングスタッフとして関わっていくことになります。まずはユースチームのコーチに就任することになりました。そこでまず指導者としてのスキルを磨いて、その後にユースの監督に昇格することになります。しかもそのユースチームでタイトル獲得も経験しています。
その頃のユースチームは宇佐美隆、そして大森光太郎、あとは内田達也、岡崎健也と後にガンバトップチームで活躍する選手を擁していました。このようにまずユースで指導者として非常にステップアップしてたということなんですね。そこから2010年、西野明さんがまだガンバの監督をやっている時にトップチームのコーチに就任します。本当にもう順調にステップアップしてますよね。しかし事件が起きます。問題の2012年が訪れます。いわゆるガンバの黒歴史、セホロペ体制が敷かれた年ですね。結果を出していた西野さんを突如として解任して、セホンロペスという二党体制の監督人事をガンバ大阪はやってしまいます。これが全くうまくいかず、シーズンが開幕してからすぐ春先にはセホロペは即クビというような流れになりました。そこで後任の監督誰にするんだってなった時に、トップチームのコーチの松並さんに白羽の矢が立つことになりました。さあ、最初に4つの記録を持つ男、松並正信と申し上げました。4つの史上初、そして記録の話を今からしていきたいと思うんですが、1つ目は松並さんは史上初めてガンバの選手だった人がガンバの監督を務めることになります。短く言うと史上初の OB 監督になります。そして2つ目は、これは記録になるんですけれども、松並さんはガンバ史上最も若い監督として就任することになりました。ガンバ史上最年少監督、この当時は37歳になりますが、こういった記録を松並さんが就任することで生まれたということになります。しかしこの2012年セホロペ体制で戦術が組み立てられずに悪い流れだけが続いて、そんな状態から最年少、もちろん J1 リーグの監督としては未経験の松並さんが立て直しをしなければならない、これは常様監督就任の時と全く同じ流れにはなるんですけども、チームのレジェンド、ミスターガンバというタレントがこういった悪い流れの中で監督にならなければいけなかったというのが非常に問題の年だったなというところでしたね。そしてこの年ガンバ大阪は史上初の J2 降格となってしまいました。ということで、この松並さんの持つ史上初の3つ目なんですけれども、史上初めてガンバ大阪を降格させてしまった監督ということになります。初めて出会って唯一であってほしいもんなんですけどね。さあ、そして、結局はそのまま降格の責任を取るという形で監督を辞任するという運びになってしまいました。クラブとしてもですね、無理やり監督にしておいて責任だけ取らせるというのもあまりにもひどいんじゃないかということで、辞めた松並さんに対してポストを与えることになります。これがガンバ大阪アンバサダー、通称ガンバサダーというポストになりまして、何なんだよガンバサダーって、その当時なってましたが、これは未だにちょっとよくわかんないんですけれども、サッカーの現場の活動ではなくて、その裏のクラブとしての地域貢献に関するリーダーみたいな感じのポストになるみたいですね。クラブとしては辞めさせてしまったけれども、ガンバにいてもいいよと、地域活動しながら次のキャリアのためにクラブに在籍しながら動いてもいいよといった、そういった措置を取ったというところがあるみたいですね。そして2014年ガイナーレ鳥取から監督オファーが舞い込んできて、これを受託することになります。ここで初めて松並さんはですね、ずっとガンバ一筋で選手からコーチ監督とステップアップしてきたんですが、よそのチームに携わることになったわけです。ガイナーレ鳥取では2年間監督を全うしまして、そこからなぜかセレッソ大阪のユースコーチに就任します。ミスターガンバと呼ばれた人がなぜかセレッソの若手を育てる立場になったんですが、今となってはネタのような話ですが、当時は両クラブのファンからなんでっていう反応が巻き起こってました。セレッソの育成コーチとして2年ほどやった後に、2018年松並さんは再びガンバに戻ってきます。今度はガンバ大阪アカデミーダイレクターというポストに就任します。これはこれまでガンバではアカデミー部門と強化部門で分かれてたんですけれども、それを統一することになったと。そしてその責任者を松並さんが抜擢されたというわけなんですね。しかしまたここでも問題が発生するんです。帰ってきた2018年はクルピ体制のスタートの年だったんですね。またもセホロペ体制の時のようにシーズン序盤で成績不振に陥り、そのままクルピも解任、そしてクルピを招聘した当時の強化部長も責任を取って辞任することになります。
その後の教科部長に松並さんが早くも就任することになると。またしてもね、松並さんは監督人事のごたごたで思っていたポストからまた上の役割を任せられるということになったわけです。そしてこの時にクラブが選択した監督は宮本恒靖前監督ですね。吸ったもんだあって恒様が就任することになったわけですが、もちろんこの監督のオファーの際にもおそらく松並さんと恒様の間で何か話があったとは思います。まあ、そこからね、先ほど話した2005年の優勝を決めたあの試合に同じピッチに立っていたミスターガンバと恒様、松並さんは強化部長として宮本監督を支えていく体制になったわけです。そして記憶に新しい2021年、恒様は残念ながら成績不振を理由に監督を解任されます。数試合強化部長兼暫定監督という立場を経て、この度松並さんは正式にガンバ大阪の監督に就任する運びになったということになります。さあ、ここで最後の松並さんがマークした史上初、そう、史上初めて同じ人物がガンバ大阪の監督に2回目の就任をするということが起きたわけであります。かなりですね、このように松並さんというのは史上初のことをやってますよね。史上最年少はこの先もしかしたら塗り替えられる可能性はありますが、史上初に関してはもうこれはもう破られませんから、いい意味でも悪い意味でも松並さんの名前はガンバの歴史に刻まれているなというふうに思うわけです。この先どういう成績をたどっていくか分かりませんが、松並さんがですね、まあ勇退するという形になって、そしてまた3回目もこれはないと思いますけど、3回目にガンバの監督に松並さんがなるよということになったらですね、本当にいい形でバトンタッチしてあげてほしいなというふうに思うわけですよ。現役時代のね、最初の10年くらいはチームとして成績が上げられなかった、でも最後は花道を飾るかのようにタイトルをもたらして現役を引退した、そこまでは良かったんですけれども、それ以降の指導者時代というのは順調にステップアップしていったんですけども、緊急事態により監督になって降格して責任を取って辞めるというような悲しいことが起きました。そしていろいろとあってガンバに戻ってきて強化部長をやっていたんですけれども、また降格年と同じようにですね、緊急事態の後釜として監督になったというのが松並さんのざっと歴史になります。もう一度選手時代の話に戻ろうかと思うんですけれども、ガンバ大阪の昔からのファンからするとすごくおなじみなのがやっぱりプレーの姿ですね。松並さんといえば立てた襟と言われるぐらい、昔のユニフォームって襟がついてたデザインだったんですけれども、この襟を立ててプレーするというのが松並スタイルだったんですね。もともとはプレミアリーグで活躍していた選手の真似だったということらしいんですけれども、襟がついてないユニフォームのデザインになってもわざわざインナーシャツに襟をつけて審判に睨まれながらもそのスタイルを通したのだと、まあ非常に特徴的といいますか、ファンからもおなじみになって一つのアイコニックなキャラクターとして立っていたと思います。そんな感じで生涯成績としてはリーグ戦は280試合に出場して45得点ということで、他の公式戦も含めると358試合出場の67得点ということです。まあ優秀なキャリアを歩んだ点取り屋だったんだなというふうに思いますね。リーグ戦でのキャリアハイは先ほども言った通り97年シーズンの13得点なんですけれども、他の公式戦を含めた数字に目を向けてみるとですね、3シーズンも2桁得点があったということです。ではまとめていきましょうか。新しいガンバの監督に先日なりました松並さんですけれども、その前の監督就任ですね、2012年、先ほども言った通り史上最年少の J1 監督経験のない人がですね、突如として監督ポストのお鉢が回ってきたという感じになりました。この2012年シーズンは得点自体は降格したチームとは思えないほどの数を取ったんですけれども、守備の崩壊がですね、最後まで止めきれず狂った歯車を最後まで戻すことができないまま降格をしてしまうという歴史をたどってしまいました。そして時を経て2021年シーズン、またも松並さんに同じように突如として監督ポストのお鉢が回ってきたというわけです。今回は守備がいいのだが得点が全く取れないという、くしくも前回の就任時の真逆のシーズンとなっております。しかしですね、松並さんもそこから別のチームの監督を経験し、コーチを経験し、その経験を引っ提げてガンバに戻ってきたと思いますので、あの降格した年の松並さんからはレベルアップしているというふうに信じたいところですね。
この松波新監督がですね、ここからどういう未来を待ってるかまだまだ未知数のところなんですけれども、最後にこのシーズンが終わる時には前回とは違い笑顔で終われるような、そんなシーズンになってほしいなというふうに思います。ということで、今日は青黒ラジオ特別企画ガンバ大阪人物列伝第1弾松波正信編をやってきましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。割と新しくファンになった方も、この松波さんという人がミスターガンバとしていかにガンバに寄り添ってきたか、ガンバに貢献してきたのかということを改めてお分かりいただける動画になったかなというふうに思います。またこういう感じでね、他の選手、人物、また出来事などの動画なんかもできたら作っていきたいなというふうに思いますので、その時はよろしくお願いします。最後に良ければチャンネルの登録やコメントなどをいただけますと励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。